ステファン・コバチはルーマニアの元サッカー選手、サッカー指導者。ルーマニア国内でプロのサッカー選手を15年ほどした後、1953年に引退した。その後、指導者となる。1967年にルーマニアのステアウア・ブカレストの監督に就任。ここでは一度のリーグ優勝と三度の国内カップ戦優勝を果たし、最初の成功を収めた。 すると1971年に当時リヌス・ミケルスの下で UEFA チャンピオンズカップを優勝したアヤックス・アムステルダムの監督に就任。ミケルスが実践していたトータルフットボールの哲学を受け継ぎ、1972年、1973年に UEFA チャンピオンズカップを優勝。アヤックスの UEFA チャンピオンズカップ3連覇に貢献した。 なお1971から72シーズンには UEFA チャンピオンズカップと合わせリーグ優勝と国内カップ戦優勝を果たしトレブルを達成をした。アヤックス対談後はフランス代表やルーマニア代表パナシナイコスや、A、AS モナコの監督を務めた。ステアウアブカレストアヤックスアムステルダムパナシナイコス。ありがとうございます。